名鉄蒲郡駅に来ました。この白帯車はデビューから1年半経っていますが、今回は見送ります。実はこの前日、蒲郡線の6000系に新しい復刻塗装が登場したのです。本来なら初日に行くつもりでしたが、当日は甲子園に行って阪神のアレマジックが10から7になったのを見届けたので来られなかったのです。次の列車は赤一色だったので見送り、トータル1時間待ってると来ました。昭和30年代頃の名鉄一般型に使われてた塗装を復刻したのです。2005年に引退した5500系がこの塗装を復刻してたのを覚えてる人も多いのでは。意外と6000系にも似合ってるような。おしまい。会場は西安道？南安道？南安道ね。